湘南ベルマーレは19日、MF 池田正輝が右腸内転筋損傷と診断されたことを発表した。全地については明らかにされていない。池田は14日の J1 第30節、アルビレックス新潟戦で負傷。今季はここまでリーグ戦30試合に出場し、4ゴールを記録していた。